さんこんばんはこんばんばはありがとうございます和也さん今日は何時ん今日は時間最後まで配信する8時までどうしよう7時7時までやりたいけど。 ラメさんいやこんにちはありがとうございます今日で最後ですね おじさん、19時だと残業です。あー、マジかー。 今さっきね、たけのこのシャ食べてきたよお腹すいてたからね <laughs> 皆さん今日も元気ですか さんもう少しね頑張って頑張ってねありがとうございます頑張ります和也さんこれが最後じゃないって信じて待ってるよ絶対待っててくださいお礼配信で会えるように頑張りますので <laughs> 中サンダルもありがとうございます白熊さんこんばんはこんばんはありがとうございます初見だけど応援しますありがとうございますエントリーナンバー29番のつくーちゃんです好きな食べ物はパスタああ違う麺類と焼肉です 好きなことは月を見ながらえーと夜散歩することです。よろしくお願いします。かずやさんだから、さよならは絶対言わない。またねだよ。そうですね。さよならは言いません。ま <laughs> さっき言っちゃったけど。さっき今日で最後だよね。って言ってた。ごめんなさい。 梶谷さんまた残業中にこっそり来るからありがとうございます残業頑張ってください本当にわざわざ忙しい中ありがとうございます しから学校が四時間授業です。十二時に帰れるんで学校やったね。 白熊さん「歌う曲決まった審査であ決まりましたよえー、っと前あの前のめり歌います」「和也さん自分あじゃあしん自信とここで応援してくれてるみんなを信じて最終審査入りきってほしい」えー そうですねポジティブに自信持って最後までやりますなんだろうなんか「名古屋のいいところ」とか聞かれるのかな NGT の時は聞かれたどうやって答えたらいいか分かんなかったからあの新潟はすごく綺麗でした 言ってた惹かれるかな足足足だしかなさんかな初見ですよろしくお願いいたしますありがとうございますよろしくお願いしますエントリーナンバー29番でつくちゃんです 好きな食べ物は焼肉メンです好きなことは夜月を見ながら散歩することですあ足あさんありがとうございます <laughs> よろしくお願いしますちょイ,イさん次の配信を楽しみにしてるからね約束だよ絶対約束 白熊さんどんな公園で出てみたいとかどんな公園でもなんか入ったら公園のなんかやつを覚えないといけないって言ってたいろいろ入ってからも大変なんだね 今開けっぱなしにしてるから寒いわなんだろう歌ってる時にさ歌ってる時にリズム取った方がいいのかな <laughs> わかんないけど白隈さん本番は緊張するタイプうんーなんか自分は本番直前までめっちゃ緊張して自分の番になったらあの緊張がほぐれるっていう感じなんかわかるかな なんか自分の番まではなんかやばいめっちゃ緊張するっていう感じだったけどな、まあ、感じだけどその自分の番が来たらなんか全然何だろう緊張が解けるタイプですかよくわかんないけどそう本番直前まではいやもうやばいぐらい緊張するタイプです。 みんな緊張するやねそりゃまたあれなんだっけ本番踊るときに鏡がじゃあ鏡じゃない壁ん鏡がない方で踊るんだったら超絶望なんだけど <laughs>。 今日ね服ねあのー、なんだっけ宣材写真じゃないわあのー、ショールームの写真撮る時の服装と同じ服めっちゃここフリフリなんだよ で、九日って何日だっけ。あ。来週の、ね、来週の日曜日だっけ。もう来週だよね、本番。うわ、どうしよう、どうしよう。やばい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 。 てりえさんこんばんはこんばんはありがとうございます AKB の前さん最終日だなそうですね最終日みんなみんなショールームやってるちょいさいさん CDC でロドスを踊れたんだから鏡がなくても大丈夫だよ絶対に、ね、んだろうなんかロドスはすごい練習したからその本番までになんあの練習する期間がすごいあったけどあのー、なんだろうそのなんか最終審査の時はなその練習がちょっとしかないから1時間ぐらいだっけ しかないからそれでねそれで覚えれるかだよね本当に AKB3 枚さん合格して最終配信にならないように今回はしたよな頑張りますそうですねもうこれが最後じゃないってまたきっと会えるさ 頑張ります。AKB のまさん、お礼配信で早めに配信な、あもう合格したらさもすぐあ。やばい。 もうすすぐ配信しますそういう生産平気初めてじゃないんだからさ平気じゃあ大丈夫大丈夫って思ってれば多分多分いけるねやばい風がうつったかもしれないクラスの学校の子から。 最近風はやってるしな、ね、ぁ AKB 三昧さんお礼配信が配信再開で一番早い配信だからあっすぐあああなるほどねすぐ配信できるってこと お礼配信し終わったらまた一旦終了になるし何だっけお礼配信って15分ぐらいだっけな,なんか時間短かったよね山本 <laughs> くんさ肉じゃなくてつくちゃんやほう肉じゃないですよもう肉はやめてくださいねちょっと大食いのイメージになっちゃうから <laughs> こんばんばはありがとうございますうん大体そうだよね多分1分ぐらいね山本君んさん俺配信したの忘れたのかいや忘れたいけどなんかすごい短かったから。 10から15分ぐらいでね多分肉肉やめて <laughs> 肉肉で、ね、あれだからね山本君さ大食いでもいいじゃないかいやえだってさ大食いになってさデブ扱いされるじゃんあっそういう なんだろうなんかなんかまあまあでもなんだけどさシルタンさん来ちゃったこんにちはありがとうございますちょいさいさん多分10から1分ぐらいじゃないそれぐらいだよねイエットしなきゃ ななきゃそう、あのさ、なんだっけあ、最終審査までに頑張って痩せようと思ってて手でお菓子もその一日中食べないようにしてた日もあったしあのー、完食その完食取らないようにしてた日もあっ,たあって1キロ減ったりしてたけどそんなかすぐ戻っちゃった。 1>, 1キロ減ったり1キロ増えたりみたいなそれが何回も繰り返しだったずっとだちかなさんこれからも頑張ってくださいありがとうございます頑張りますでもねやっぱどうしてもお腹が空いちゃって食べるんだよねしょうがないことなんだけどね 調ょうささん日曜日の18時前後がお礼配信かもねあれそんな早く終わるのオーディション8時ぐらいとかじゃなくて山本くんさん末永ゆづきちゃん12月末までに6キロ痩せたら毎日アイドルに1キ月やるってえっでも今の時点でゆづきちゃん痩せてない十分 細いよね6キロ6キロしたらやばくないめっちゃ軽いじゃん今の体重がわかんないけどまだその年はダイエットしなくていいんだよ <laughs> 中中学入ってぐらいからはそういう体重気にするけど早速えっ小学校だっけあ あ、中 1? もうなんかもうねずっとダイエットのことしか考えてないわ山本君んさんてか中1がダイエットしたらあかんうん確かにな,なんかねそれ以上細くなっちゃうとうわーってなるけど。 中西さん8時ぐらいかそうだねなんか8時ぐらいに終わるのかな <laughs> 山本君さん小学生って気にしないの体重うん気にする子もいると思うけど小学校のうち合いしなくていいよね でもさすがに小学校の時は体重気にしない自分自分はあのー、小学校5年生の頃に、あのー、病気でそのに1週間だけ入院してたんですよそれでなんかなんか病院のご飯ってあんま食べないからそういうお菓子もあんま食べないし なんか学校の給食みたいなやつが出てそれで全然食べなくてで退院するときに体重測ったら2 8キロでなんかその時はまだ小学生だったからそんなそれがめちゃくちゃ軽いっていうのを気にしてなかったけどなんか今思ったら2 8キロってやばいなって思った痩せすぎず。 痩せすぎず太りすぎずですねちょうどいいぐらいあ平均ぐらい <laughs> あ昨日ねずっとハンバーグ食べたい食べたいって言ってたのね 夜ご飯がハンバーグだったったていうハンバーグそれにね和風ソースかかっててもう泣きそうだったよねあう嬉しいみたいな城田さん僕小一の時16だったよえそれって軽いのええそれはえどうなんだろう 普通ぐらいってことえめっちゃ痩せてるってことでも今中2でそのなんか体重すごい軽い人がいるまだ。 でもダンスしたら痩せるんじゃないずっと踊ってるからさなんか痩せそうなんだけどちょいさんさ和風ハンバーグ配信聞いてて作ってくれたのかなそうらしいですなんか作ったっていうかその時塾だったからあのー、その塾行く時そあの直前にお母さんがその和風ハンバーグの 弁当買ってきてきくれてわあもうえー、やったーみたいなすぐ食べたけどね今日は何でしょうか 今日はね、なんだろうパスタが食べたい気分かな山本君んさんえっ、ー、とお礼は60から80から51から80と変動の多いからねえー、すごっえ八80から51ってすごくない え、8 0キロからえ、5 1キロすごいなんでそんなに痩せたのえー、すごいえ驚きそんなにす,すごい一気に減ることなんてあるんだちょいさいさん食べたいものをここで言っておけば出てくるかもよ確かにあ今日はパスタですあ、お願いします って,言って出てこなかったらない、ね、おーすごいえダイエットすすごーいでええっリバウンドしちゃうよね私もしたリバウンドめっちゃしただって1キロ減って1キロ増えてって感じだからそれを何回も繰り返してるから,からもう本当に痩せないとって思うけどね山本がさ2年ぐらい プラス4ぐらいでキープしてたけどもたしてから年々徐々に増えてったえー、すごいねなんか体験維持とかそんできないなんかなんでみんなそんな痩せてるんだろうちょいさいさん出てきたかどうかはお礼配信で教えてくださいあわかりました じゃあその今日の出た夜ご飯をあのー、メモるメモってお礼配信の時に言う忘れるといけないから <laughs> るさんこんばんはこんばんはありがとうございます今はたくさん食べなきゃですねああダメちゃなきゃダメ最終審査まではなるべく食べないだけど 終わったらもう食べ放題白田さんびっくりドンキー行きたいお腹すいたえマジでそれなお腹かすいたでも配信する前はなんだっけ竹のぶら里一袋食べてきたなんか昔中1の頃になんかやばいよ、なんかポテチを 2袋とも全部完食してた11の時でもよくあるで太らなかったなって思うんだけど白谷さんボクサーみたいな生活あーその大事な時がある日は何も食べずに終わったらタイムアックるっていうそうそうなんかそのポテチトとかなんだろうカラムーチョとか まるまる一袋食べて」で「でそれ普通じゃないの?」友達に言ったら「えっまる一袋さすがに、ね、食べないでしょ」って言われて「うそ!」ってなったよねなんだろうあの紫色のお菓子も結構食べたじゃあなんだっけ忘れちゃった昔からねすごいお菓子が大好きな人なんでした人なんですよね私 あ、マックおいしいよねマックでも本当にマック食べたら泣いちゃうんだけど本当に美味しすぎてセルタンさん僕唐揚げ唐揚げポテトあありがとうございますあの読み仮名 <laughs> 2袋一気に食べた時あるよわかるおいしいよねめっちゃおいしい唐揚げポテトえ食べてたよくうちも 山本くんさんさ俺高校の時マックのセット3セット分買って食うとしたけど無理があったあっ3セットはねちょっとやばいだけどそのもう疲れてる時にマックに行ってポテトの L を頼むんですよ L とあのチキンマックナゲットとコーラをもう食べると本当に幸せ もうなんかなんんかだろうなんか辛い時とかにそのマック食べるともうなんか泣いちゃいそうなぐらい美味しいんですよ白川さんた揚げポテト何味が好きあの普通のシンプルなやつなんだっけ普通の青色の袋に入ってるやつし薄塩が一番好きちょいさいさんたくさん食べると大きくなってうかってお披露目の時に ちゃんどこどっことかならないかな大丈夫ああそうだねお昼の時も太らないようにしないともうダメだもう太ってたらダメなんだ白川 <laughs> さん僕チキンタツタ大好きなんだっけなんか食べたことないんだよねなんあのもう私マック行ったら必ず ポテトの、L、チキンマックナゲットコーラだから他のもの食べたことないんですよマックで白太郎さん青色の袋はう塩味だね美味しいよねめっちゃ美味しいんですよねカラムーチョとかめっちゃ好きだしあのスナック系のお菓子も好き最近チョコばっか食べてるからちょっとチョコは重い ちょっと飽きたさんハンバーガーガ食べなないのなんかね前々食べてたんですけどあのダブルチーズバーガー食べてたんですけどなんかまっじゃあハンバーガー食べるとうんいやなんかポテト食べた後にいつもハンバーガー食べるんですけど。 もうお腹いっぱいすぎて食べれないからナゲットの方がちょうどいいっていうことで私はいつもあそうさし最近ハンバーガーは食べないんです美味しいけどハンバーガー系は何も食べないの最近全然食べてない最近ずっとナゲットですあとチョコパイあれも美味しい STU48 さんこんばんはこんばんはありがとうございますシューターさん飲み物はいやもう飲み物はダントツでコーラですねコーラしか飲めません私はもうあの塩のかかったポテトと一緒に飲むコーラは本当に美味しい 感動して泣きそうだもんシロタさん三角チョコパイねアップルパイはアップルパイは食べないですね三角チョコパイすごいしもうなんかなんて言うんだろう、もう食べ物全部大好きだわ あーやばいもうなんかもうびっくりドンキーも行きたいしマックも行きたい今シルターさん逆に苦手な食べ物は苦手な食べ物は野菜系かなえもうなんか野菜ほぼ食べれないしきのこも無理だし。 こんにゃくとかも無理だし、あと紅茶とかも無理なんか、うん紅茶とかも苦手です。とにかく野菜は本当に嫌い。ダスダさん今食べ盛りだね。そうですね今本当によく食べる時期。 苦手な食べ物ね、多すぎるんですよ。なんだっけ憶かで何があったっけ？なんかこんにゃくは、よ保育園の時に、保育園の時に食べてなんかガリって言ったんですよ。なんかそれがもう嫌で食べなくなって、今本当にこんにゃくが嫌いです。 野菜は何,何と一緒に食べたらいいのか分かんないし <laughs> ななんだっけなんか苦いです白川さん意外と苦手なもの多いねあそうすごい多いんですよあでもあっ白川さん僕はグリーンピースが苦手あ一緒 一生一生グリーンピースグリーーンピースのあのなんか苦い味が無理よくカレーに入ってた今グリー最近グリーンピース食べたことないあじゃ食べてないなんだろうあのグリーンピースのなんかちょっと硬い部分を噛んだ時の食感というかねわかりますよすごいわかります ちりさえさんつくちゃんはいつも気をつけてないと気抜いてるとめっちゃ食べるかもしんないダメだねそんなないように壁にあれはっとかないとあの壁になんっけ食べたらダメっていうやつを壁に画びで貼っつけてそれ見てあ食べたらダメみたいな。 さんさイカの塩から食べたことあるおいしいわよ食べたことないもう魚も嫌いだもんでもうイカとかもマグロとか食べたことないですなんだろう魚が嫌いになった理由は小学校の頃に小学校6年生の頃に節分節分で その給食に魚が出たんですよ魚が出てでそれ骨ないってみんなが言ってたからなんかああよかったと思って食べたらなんか骨が入ってて詰まって喉に、にでなんか「えやばいやばい先生助けてください」って言っても,もう先生笑ってるだけなのなんか「あー大丈夫?」みたいな。 なんかそれでその節分だから豆も一緒に出るからもう豆をひたすらなめ込んでたけどなんか取れなくてその骨が。で早退して帰ってでお母さんが来るまで待ってそのずっと詰まってるまま <laughs> で帰ってきたら病院に行ったんだけど行ったらすぐ先生が「はい取れました」って言って。 あっっっさり取れちゃったっていうね帰りにミルキーをもらってよかったっていうそっからもうなんか骨が喉に詰まるのが怖くてもう魚を食べれなかったしべなかったうなぎも怖くないなんかついさいさん3食ちゃんとした食事を食べてお菓子食べなければ平気だよえあの3食ご飯み知汁 大きいおかずみたいな。ああ、なるほど。なんかでも、食べてもすぐお腹すいちゃう。時がある、たまに。で、昔プリンさん、こんに、あ、こんばんは、こんばんは。ありがとうございます。シュルターさん、魚、じゃあ、焼き魚の骨が喉に引っかかると、パニックになる。なるなるなる。な、なんか、何も考えられなくなる。でも。 魚ののが詰まってもあの白いご飯食べれば噛まずに舐め込めば取れるって聞いたことがあるけど本当かどうか分かんないそう本当はねあ魚おいしいんだけどね骨が入ってないやつだったら全然食べれる。 なんだろう、刺身って美味しいのかな。なんか刺身って骨が。ないバージョンの魚みたいな聞いたことあるけど、わからない。 さん今日ででショールールムも終わりですね今日があの最終審査の前のあれですね一旦終了ですねみんなみんなやってますね最近ねショールームでね iPhoneiPhone のショールーム見るのがすごいハマってるんですよ なんかたまたまショーあの終わった時にショールーム誰かやってないかなと思って見てたらあの溝、ー、口愛子ちゃんがやってて「あアイ p h ンと思ってコメントしたんですよ。なんか「おアイ h o ンさんアイポ o n さん」さんって言ったらなんか気づいてなくてその29番だからでそれでその i アイフォン ちゃんの iPhone のあのー、ファンの人がなんかそう名前を出しちゃって私ので iPhone が「なんかああそうなんだあオッケーオッケー分かった頑張って」って言ってくれてなんかすごい最近そう iPhone のショールーム見るとすごい落ち着くだから フォローしてやるからあの通知来たらすぐ見れる昔プリンさんおせしは食べたことないのおせしはありますけどそういうマグルとか。 お帰りなさいありがとうございます。なぜな配信この後あるよ。見に行きます。わかりました。オッケー。それそれで前そのアイポンが七並べやってる動画を配信してて、なんか七並べとかわかんなかったから話についていけなかったけど。<laughs> もう久々に iPhone が見れてみたいななんか iPhone すごい髪が伸びてためっちゃロングだった。 山プリンスさん一度食べれば好きになるよ何なだろう、美味しいのかないや食べてみたいけどなんかちょっと怖いなんか、うん、食べてみたいけどねなんかまずかったらどうしようってもうなかなか頼めないんだけど。 しろたんさんまつれみちゃんの配信とかもうコメント流れ早すぎてコメント拾ってもらえないあそれわかるえめっちゃわかるいやコメントしてるんだけどもう次から次へとどんどんコメントするからみんながもうてるるってなるよねわかるよそう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 だからねコメント拾ってもらえないよね <laughs> だってもうなんか その HKT の人の,そのショールームも韓国の人とかもめっちゃなんかいろんな世界の人のコメントしててわわすごいなーって思った。うち取れるし。<laughs> す ね結べない。シェルターさん雨が降った次の日川みたいな流れの速さ。あ次の日の川みたいな。あ確かにあの例えが的確すぎる <laughs>。そんな感じですよね。なんかそれでなんか気になったコメントがあってで止めて見てるんだけど。 そうみんなコメントするからなんか止まって見れ止めてみれないからすごいねなんかそ私もそんなふうになりたいわ有名になってなんかあんな感じにあんな感じのそのいろんな人からあの何、ー、けコメントされないかなーって思う。 SKE のそれチームは何人ぐらい取るんだろうね中学生って取るのかな私なんかまだそういう何だろう何人取るか知らないから28番ちゃんにとなんか28番ちゃんと仲がいいから 28番ちゃんにいつもも情報を教えててらってます <laughs> すごい何でも知ってるから28番ちゃんは白川さんドラソンの子たちみんなに聞いてきちゃってちょっと寂しいあー分かるよ分かるなんか昔あんなにそのなんかなんて、ね、握手会も行ったり、まあ、今も行ってると思うんですけどなんか すごい距離が近く感じ近く感じたのにもうなんかみんな有名になっててどんどんその近い存在から遠い存在になっちゃうみたいななんかもう遠くなってってるみたいなわかる寂しいですよね本当に分かります ゆうごさん、つくちゃんこんばんはこんばんはありがとうございますシターさん中学生たくさん撮ってほしいよねそうほんとにどうなんだろうお願いしますシターさん28番ちゃんが違ったくらいねあもうもう頼れるもうなんか何か分かんないことだったら教えて教えてみたいな先輩だよねあのその お宅の歴としては <laughs> 何でも教えてもらえるっていうちょいさやさんそらちゃんが急期受験生に、えー、妹みたいに持ってる子がいて応援してるんだって言ってたつきちゃんかなどうだろうわかんないけどそれが私とは分かんないけどそのドラさんの時によくあのー、なんだろうなんか めっちかわいいって言わ,れ言われてた覚えはありますえー、もう本田寺さんもう遠い存在になってってる頑張ってほしいです活動優吾さんも村かおりさんいる嘘 って本当に？あ、四十二。ああ、本物、えー。やばい。え今え見てるかな？もうえもう出てっちゃったかな？え本物だって。 本当。四十二人いる。います。え、私。あの、センチュリーオール行きました。松浦香織さん、生で見れて、本当に。鳥肌が立ちました。<laughs> えー、すごい。 頑張ってくださいいろんなことにえ嬉しいんだけどえー、ありがとうございます教えてくださってへえー 河タは本物 SKEO で「チームイツって書いてあるありがとうございますびっくりした出すださん クちゃんスリープしてるスリープって何ス,スリープって何ですかつくちゃん頑張らんでは頑張ります今の SKE さんのメンバーさんみたいに偉大な人になりたいですフ沼 <laughs> カス・ブリンさん魚の骨が喉に詰まった話を聞かれたかもね 多分えっどんなぐらいいたんだろう何分ぐらいいたんだろうあ固まるんだよあ固まるねあーあびっくりしたからもうんかえ本当かなと思ってランキングのそのあれを読んでたら42位にいったからびっくりしたすごいねメンバーさんが見たの初めてかもしれないあ違う あそそそうそうそうあ、メンバーさんは来てくれたけど、あるけど空ちゃんとかなずなさんとかえ嬉しいんだけど普通にありがとうございます これスクショしといたほうがいいのかな。四十二。四十二のあれを。ちょいさいさん、その子に。そらさんって呼ばれて悲しいって言ってたよ。そらちゃんって呼んでほしいんだって。あ、そうなんですか。なんか一応なんかメンバーさんだから。 なんか「ちゃん」とかつけない方がいいかなって思ってたけど <laughs> そらちゃんですねわかりましたそうそうなんか野良さんの時にあのー、なんだなんだろうなんかよく「なんかわいい」みたいなの言われててなんかずっと「ありがとうございます」って言ってて。 妹みたいってて思われてた <laughs> 初めて知ったんだろうもうなんかみんな可愛い存在になってくなぁ <laughs> えー、松村かおりさんがいたのはびっくりしたわ。 さ,やさん、微妙なところだけど気持ちではちゃんと読んであげれば分かりましたそらちゃんじゃあなずなさんなずなちゃんのことももうちゃんと読みます <laughs> そのなんかドラさんの時にショールームであでもそれは先輩からあ先輩だからかあ何でもないです さん公式ではまるさんって呼ばなきゃいけないかもだけどねあ,あ表では「さん」って呼んで裏では「ちゃん」って呼ぶってことですか白川さんそらちゃんみんなに「そらさん」って言われてるよねそうなのでも本当にそらちゃんは優しいです。 なんかもうザ・お姉さんって感じだったシュルターさんあ読んだ読んだごめんなさいめコメント来てるかと思った玉が覗いてる吉田さんつくちゃんはあれいたらしいねありがとうございます <laughs> なんだろうねシルタさんたまどこにいるの高いところそう小屋の一番上にいる一番頂上にいるマリニーさんつくちゃん今帰ってきておに合ってよかったえ、お疲れ様ですありがとうございますもうなんか全部最初からやり直したいわ シェルさ,んさ3階建ての家に住むなんて贅沢贅沢ぜいたうわなんかもう一番高いところからこっち見てるし。 白田さん、猫って高いところ好きよね,ね好きだよねーあマリリンさんあの推、ー、薦コメントありがとうございます読りました皆さん推薦コメントありがとうございます 優さんそれ多分ドラフトんさっき落ちた人みんな持ってる多分持ってるよねなんか持ってる持ってる絶対持ってるよねなんかあの時はなんかショールームが肝心だなんて思ってなかったし ちょいさいさん、今度うまくいけば、少しは遠回りだったかもしれないけど。あ、遠回りかもだけど、ちゃんとやり直せるね。そうだね。もう今度は、その。前の自分を知ってるから。頑張りますね。吉田さんやり直さなくても、今から <laughs>、今から頑張ります。 も上達するのかな練習してたらマリリーさん推薦コメント読んでくれてありがとう。いえいえありがとうございますこちらこそ。ドラフトで、ね、SKE を受けた人って。 28番ちゃんと私だけだよね多分マリーリンさんつくちゃんらしく頑張れば大丈夫大丈夫私らしく前向きに頑張りますグリルもあるわすがき屋かなわかんないわ ゆうごさん水口愛子ちゃんショールームやってるえー、見に行きたいんだけどもうほんとに最近ね <laughs> iPhone の iPhone のショールーム見るのがすごい好きなんですよね <laughs> マッキーさん遅れました最終日の配信頑張ってねありがとうございますマッキーさん <laughs> こんばんはラスラさんドラさんの「 時先生評価は良かったんだからなんだろうなんだろうねなんかでもなんか最初らへんはほんにもう本当に下手組下手組だったでもなんかそっから練習してってその練習の時もその、ま、目の前にお客さんがいると思ってやったらなんだろう OK もらえたみたいな。 しろたわさん愛子ちゃんもオレンジチームだっけそうですよあいぽんもオレンジチームでしたよちゅ <laughs> さん一回もちゃんとした歌配信した記憶がないですあらそうなんですかえー初耳歌配信したことなかったんですね <laughs> 初めて知ったなずなちゃんらしい 配信しないのはでも昔プリンさんすがき屋よく行ったなねすがき屋美味しいですよねもうよく食べてた最近は全然食べてないけどもうそういう眉間がおかしい百久船長さん最終日はね頑張ってありがとうございます頑張ります 一旦一旦配信が止まってまたお礼配信でまたみんなに会いますからなすなすさんオーケーもらえたなんてすごいよなんかねでもオーケーもらえた時は嬉しかったけどなんかね頑張れば久 <laughs> ターさん米炊き で名古屋だよねあれも名古屋だ,だよねすがき屋も名古屋だけだしもう今日はマックも食べたいしパスタも食べたいしなんだろうもう食べたいものいっぱいあるわすがき屋も食べたい さ,さんでも公園ではちゃんと歌ってたよあーすごいそれすごい公園ではちゃんと歌ってたんですねでもなんか公演とかその生歌っていうのなんか踊りながらその歌をうまく歌うのは結構難しかったフック船長さんそうお礼配信待ち待っててください絶対に お礼配信でまたみなさんと会いますからでお礼配信で今日食べたご飯もちゃんと言いますシェルターさん僕牛タン食べたい牛タンってなんだっけああ焼き肉タン私も好きですダスターさんスガキヤはクリーム全体が好きですあ それお母さんも好きですお母さんはやあのスガキ屋のラーメンとクリームぜんざい交互に食べるのが好きって言ってたなんか甘いものとちょっと塩辛いものそれを交互に食べるのが美味しいって言ってましたお礼配信一番にすぐ配信する。 わかんない多分マッキーさん関東だからそうだねあそうですね中1の時にあ中あ去年か去年ドラフトにあもう1年が経つんだ多分12月ちょうど今頃かな十二12月の 24からあじゃあ23から26か27まで強化合宿っていうかそのめっちゃ長い合宿だったからクリスマスねその家族と一緒にいたかったけど本当はだけどその合宿だったからしょうがないかったでもメンバーと一緒にいれたから デマカズプリンさん埼玉のスーパーですがスガキヤあじゃああ埼玉のスーパーでスガキヤのインスタントラーメンなら見かけたよインスタントラーメン何かあるのえカップラーメンスガキヤねほんとにおいしいよね食べたいわまた春日ダダさんドラフトからちょうど1年だね1年 12秒とかかな来月来月の5日にちょうど HKT のお披露目があった時お披露目お披露目じゃないんお披露目 <laughs> シュルタンさん夏の配信始まってたから挨拶してきたよありがとうございますありがとうございますじゃない <laughs> お帰りなさいじゃあ終わったら

もう,もう頭の中には受かった後のことしか考えないあ受かっ落ちたことはもう考えないもう私なら絶対受かるっていう気持ちで受けます白川 <laughs> さん普段の,のなの普段、なずなってなずなって言ってた。 けどメンバーだから、なずなちゃんってつけてます。福船じゃ見てみたい。<laughs> どんな帽子かぶってるんだろう。ドスターさん、つくちゃんはスキーになってる頑張り屋さんだもんね。ありがとうございます。皆さんから、押されるように頑張ります。福船長さん、えっ、ー、と、おしさい。 何色にするか考えようおしさいあーえ、あのペンライトの色ですか私の好きな色はえー、好きな色はどうなんだろう好きな色ああピンクとかかな あ、ピンクとか紫とかあでも黄色も好き和や <laughs> さん今日だけは残業を無理やり終わらせたお疲れ様ですありがとうございますこんな私のために無理やりお疲れ様です本当に頑張ってください マリ,リーさん、握手会で会いたいし劇場でパフォーマンスしてるつくちゃんを見たいよ私も握手したいです握手会って本当に楽しいよねたんさん都会にさまらないでほしいつくちゃんはずっとそのままでいてね分かったできる限りこのままでいます でもね東京に行ったらなんかまあいろんなもの売ってるしね <laughs> そうペンライトの色よしペンライトの色 <laughs> ス田さん青は青かんかんかなんかなんか,なんかねー青好きだけど。 なん,か寒色なんか寒い色みたいな感じだからどっちかっていうと暖色系が好きですね茶ヤさん「なずな都会にさまったね」ってコメントしたらなずなちゃんはどう反応するのか面白いねあたあしてるかななずなちゃんめっちゃ都会にさまってるやんってコメント読んでくれるかな フックセンちゃんさんピンク紫黄やな誰かいそうなけど確かに誰かと被っちゃうかも。紫か黄色うん黄色もうん黄色とか好きだしな。でも緑も好き緑だったらでも松井ジュリアさんと被っちゃうからオレンジと緑で。 ドスターさん、な握手会何回もレレブするお願いします待ってます握手会で、ね、なんか時間短いからめっちゃ早口になっちゃうかもしれないフックセンジャーさん片岡、なるみ、パイセンとカブリアはピンク、紫あら かぶってしまいますねんどうしようでも黒はないしねペンライトにか何かかぶらない色があるか さ頑張ってねって最後につけておけばセーフじゃないかなあーじゃあ頑張ってね待ってななちゃん別都会にさまってるやん頑張ってねってコメントすれば多分大丈夫かも鴨川カカさんつくちゃんこんばんはこんばんは <laughs> お久しぶりですありがとうございますみかさんつくちゃん絶対合格してな 頑張ります。私なら多分できます。サイリウムは被るのワンチャンあるよ。だよねー。被っちゃうよね。副船長さん黒あるよ。え黒あるの？え、ね、サイリウムに黒ってあるんだ。初めて知った。 黒好きだけどなんだろうなんだろう暗い色になっちゃうかなあ黄色と紫はあ誰かと被るかな黄色と紫のコンビすごい好きだからなんかダスターさんじゃあピンクと緑はあピンクと緑で確かにいいかも。 田さんさ今日のなずなちゃん芸能人みたいな雰囲気だよあそうなんだでもなずなちゃんいつももう芸能人じゃんカムカマーさん誕生日が2日違いなんだね僕は14日ですあ十14日友達の誕生日ですね私の仲のいい友達と同じ誕生日 14日14日の人結構周りにいるかもシルタンさん芸能人かってコメントしたら気まずくなるからしなくていいよあ分かりましたどうしてじゃあとりあえず「のずなちゃんこんのずなちゃんこんばんは」って入れときますミカさんえっ、ー、と黄色み紫は」 のじまかのちゃんとかぶりあ結構かぶるんだねフックせんさん黄色紫がのじまかのちゃんピンク緑はゆななおーゆナなピンクと緑なんだ この。頑張ろう。受かったら、受かったで、また考えましょう。ってことですね。美香さん、山内。山内め。めいさん。山内いのちさん。十四日です。なんか、十四日の人、結構多いね。 タさん、なずなちゃんまた会いたい的なコメントすれば喜んでくれるんじゃないあオッケーオッケーなずなちゃんめっちゃキャラ好きだからめっちゃ会いたいフック選手はさん違うポジティブに考えようってことあポジティブにね前向きに考えますねあ考えますねうん。 なるほどあ内山美穂あっ待ってなんで山落ちってんだんだろうえ山落ちってんだあごめんなさいもうやだ本当に最近すごいよく間違えるんですよ。乗車屋さん合格したら全力でえっ、ー、とじりにい。 なんちゃかから今回は無難のコメントがいいかもねじゃあナズナちゃんこんばんはーってずやさん11月の誕生日俺自身も多いあそうだっけ マカゼプリンスさん欅の森谷茜が11月12日生まれ11月多いな11月12日の人学校にもいる 白田さん、玉の気配が感じないけど寝たあもう完全に寝てますねもう降りてこないわなんか玉が高いところに寝るのん、ね、て珍しいんだっけど3階で寝る玉なんか面白い。 福船長さん、これは幸運の気配。<laughs> え、玉が三階で珍しく寝たから。とにかく頑張ります。最終審査。馬鹿プリンさん、猫大好き。猫可愛いよね。でもなんか、でもなんか何だっけ何だっけ引っかかれてその。 手の甲をめっちゃえぐられた時がある。なんかめっちゃ遊んでたら引っかかれて、なんかすごいなんだろうね、シュってなんか傷になった。高圧？ 高圧圧ポットさん圧ポットさんこんばんはこんばんはありがとうございますシュルターさん猫って時々ガチで引っかいてくるよねわかるめちゃ向きになってここの手の甲うねすごいあえ、ね、めっちゃち 絶対。詰め切ってないあ、濃厚ポッ。あ、ごめんなさい、本当にごめんなさい。いつまで経っても、漢字が得意にならないんですよ。ありがとうございます。 リリーさんドラフトの時の「ロゾスドス」と「ゴア」を久々に見たり楽しそうに歌ってたり、ね、もうあれすごいなんかもうすごい恥ずかしかったなんか恥ずかしくないんだけど最後のなんだっけ歌う部分がのあの本当に高い声出すのは苦手だから出せなかった「でまカせプリンさん アイドルになるんやから、ひっかき傷、気をつけ。気をつけなや,やつですね。すごいなんかドジだから。あ、自分でドジっていうのもあるけど。ドジだから、すごい。傷が多いんですね。小学校の五年、小学校五年生の時も。友達と家の前で。自転車レース、なんか自転車競争したら。横に落ちて。めっちゃ傷。 帰ってきたら必ず1個は傷を作ってた昔マリリンさん苦手でも楽しそうに歌ってたからいいんだよあでも、ね、たそうですね楽しかった歌ってた時はそう膝ちょうどねちょうど膝のね部分ど真ん中の部分に 傷ができたからもうん、一生残るしこれ <laughs> 横に落ちるって想像できないわあとなんかそう横に落ちたのなんかどっかに引っかかってで右に落ちたからよかったけど左に落ちてたらなここに壁があるからでここに電線立ってるから 左に落ちたらもう頭が頭でまないといけないところだったわんぱく屋ねそうなんですよなんかそう中学校の頃すごい傷がね多かったラスダーさんに「ないように気をつけます。 そうだからさ膝その時の怪我が膝の膝膝にもあるしその足の甲にもできてもう一緒治んないから嫌だったでそれでそのせいで運動会に出れなくてずっと1人で太鼓叩き合ってたみんなの前で。 マカフリーさん元気が一番だけど怖い怖いよねそう電線がちょうどあったから頭からいったら本当に死ぬところだったフック船長さん一応最終日やからまとめのひと言とかで締めなくて大丈夫あずえで,でだったからもう階段も登れなかったし 友達に貸して、手を貸してもらって。 シラタマさん、最後にコメント欄を亡くせる一言将来。 9日に合格して憧れの松井ジュリ奈さんみたいに人気になってうん有名な人なんて言うんだろう偉大な人になりたいです得意じゃない 見せれたらいいなと思いますなんだろうもうあ、受かったことしか考えてないからまた皆さんお礼配信で会いましょう <laughs> これでいいことのこと努力は必ず報われるその言葉を信じて頑張ります くちゃんをずっと応援してるからありがとうございます皆さんの期待を裏切らないように前向きにネガティブなことをあつかネガティブなことを考えないように頑張ります配信待ってるからね応援すしてるよー 配信,で配信で合格したんやったっていうのを皆さんにうんなんていうんだろう見せたいっていうか。 にます13位、いちみあっと坂井函推さん12位、LJ リンさん11位、孝典さん10位し、しろくまさん9位、北ちゃんブラックさん8位、ちょいさいさん7位、ラスダスさん6位、マッキーさん5位、出まかせプリンさん4位、かずやさん 3位ゆうごさん2位まりりんさん1位福泉女さんありがとうございます俺配信での大泣き顔みたい <laughs> じゃあ受かった受かったらもう多分泣くと思うんで嬉しすぎて分かんないなかもうねなるべくね泣き泣かないで笑顔で ましょう絶対頑張ります。あ受かったら一緒に喜んでください。我がおしちゃんが泣くよ。<laughs> なかなかまだ我がおしちゃんが理解できないんだけど、なんとなくわかるけど。皆さんありがとうございました本当に。 なっていう頑張りますコメントがすごい嬉しいじゃあお礼配信私も頑張って受かってくるので皆さん お礼配信でまた会いましょう <laughs> 見てくれてありがとうございました嬉しかったですすごいバイバイ待ってるねありがとうございます絶対受かりますはいバイバイ <laughs> コメントも星もありがとうございましたバイバーイ ありがとうございました。バイバイ。ありがとうございました。